カムイの喋る角には服来たる。はい、こんにちは、カムイです。喋る角には服来たる。今日は2022年7月19日火曜日です。ね、今日はね、朝からなんか、しと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 雨が降ってましてね、今も降ってるんですけど、多分まあ、音が入るほどの強さではないみたいですね。でね、えー、っと、車内の温度もね、 確かに、29度ぐらいだったですかね。うん。後でちょっと見てみますけどね。最初に、あのー、この間もね、えー、YouTube の、川柳リーグさんというチャンネルで、うん、私のね、カムイの、長生き川柳集っていうのをアップしていただいたんですけれども、今度はね、今日また、カムイの時事川柳集っていうのをね、 アップしていただいたのでね、えー、あとで、えー、概要欄にね、URL 貼っときますので、よろしかったらね、えー、また見てあ、えー、げていただければなと。で、チャンネル登録、ね、えー、いいねボタンを押していただけると、とってもありがたいですね。でね、えー、っと、まあ、取り立ててっていうね、大事件とかそういう、ことは今、 私の耳には入ってきてないんですけれども、ただなんかね、ずっとここのところ、あの、マスコミのね、印象操作っていうんですかね、安倍元総理のね、えー、暗殺に関わった、まあ、犯人、最初はね、なんか、凶悪犯っていう感じで報道してたのが、この頃はなんか知らんけど、宗教団体の方にね、 目が行ってというかそちらの方に誘導されてえ、かわいそうな被害者みたいな扱いになってきてるんですけど、いや、そら、ある意味ね、本当だったら、そら被害者かもしれないですよ、かわいそうなね。でもやっぱり、犯人であることには間違いないんだから、ちゃんとしたね、えー、刑事罰は受けていただかないと、しょうがないでしょう、これは。ね、人、一人の、 ね、命を奪ってしまったわけだからね。どんな理由があろうと。でもなんかもう、マスコミはね、宗教団体の方に全部目が行って、なんかそこが悪い。で、そこが悪いのに繋がってる政治家がいて、それがまた悪いみたいな感じで、なんとなくね、あの、うやむやにしてしまいそうな気配がしててね。 どうもね、気に食わないね。いや、その、原因を追求するのはね、それはね、マスコミがすることじゃないっすよ。日本の、警察とか、検察とか、そういうところが、ちゃんと原因を追求して、ね、立証して、で、どういうことだったということで、裁判を起こすべきものであってね、マスコミがね、宗教団体が悪い。ね、それに関わった人が悪い。だから、 ね、かわいそうな被害者に狙われたのも自業自得みたいな感じで、どうしてもね、安倍側に持って行きたくて仕方がない雰囲気ね。で、またね、あの、昨日お話ししたけど、朝日川柳あれでもやっぱり、あれはね、川柳というよりかは、まあ川柳の名を借りた、 えー、プロパガンダだからね。で、あの、戦者はアジテーターだからね、はっきり言ってね。あんなところはね、もう、潰れてしまえばいいと思うけどね。まあ、私が勝手に言ってることなのでね、もう、そんな力は私にはありませんけどね。本当にね、もうどうしようもないよね。でも、どっちにしてもね、なんか知らんけど、まあ、宗教団体がいい悪いっていうのは、これは別に置いときますね。 やっぱりいろんなことをやらかしてるようなところがあるみたいで、これはこれで犯罪行為として立証されたら、それはそれでね、えー、罰せられなきゃいけないんだけど、今回の安倍元総理のね、暗殺のこととは別のことだから、まあ要因としてあるかもしれないけれども、だからといってそれでね、えー、暗殺した行為をね、 えー、なんか正当化するような。まあ、まるでね、お隣の国のね、えー、英雄扱いにしようみたいな感じ。あ、まあ、仕方がないか。日本のまあマスコミはね、えー、どっち向いて仕事をしてるって、あっち向いて方位だからね。うん、日本のことなんて何も考えてないからね。で、なんか、あ句の果てに、ワイドショーで、えー、まあ、名前は言わないけど、あるワイドショーで、 銃を構えた犯人がいたみたいなことをコメンテーターが喋ったらしくて、しかし検証したら全然違ってて、で、まあそれは違うこともあるかもしんないけど、普通だったらね、不適切なとかね、なんとかっていう謝罪文が載るはずなのに、それもなんもなし、そこの部分全部まるっと削除してるうん。でも見てる人はいるんだよね、それをね、リアルでね。うん。そういう、ほん 本当にね、マスゴミだよね。ね、すますスマスゴミだよね。本当にね、これ一遍全部解体しないとね。あと、新聞社ってさ、なんか軽減税率ね、あんなもんさ、税金優遇されててさ、その優遇してくれてる国のためにならないようなことを一生懸命やってるとかね、まあ、あんなもんを潰してしまっていいよ。 もしくはね、ちゃんと、おー税率きっちり取れや。ねうん。一般のところにすればいいじゃん。ね。本当に情けない情けないね。ということでね、今日も情けない情けないって言いながら、ジージドドイいく行ってみたいと思います。今日のジージドドイいく。マスコミ関係、印象操作、凶悪犯から被害者へ。 マスコミ関係、印象操作。凶悪犯から被害者へ。ね本当に印象操作、得意だよね、マスコミってね。ね最初のあれが、元自衛官。ね自衛隊には3、4年ぐらいしかいなかったでしょで、その後さ、何年だっけ、18年ぐらい一般の仕事をしていたのに、ね元自衛官。さもね、 自衛官は戦闘訓練をしてるから人の命を奪ってもね、おかしくないみたいなね、あれ絶対そういう印象操作だからね、はっきり言ってね。うん。なこと言ってたらさ、どんな奴だってさ、元 JK とかさ、元高校生とかさ、ね、元女子大生とかさ、それでくくってしまったら、何にもわかんないじゃん、ね。反射の人だって、元、ね、高校生、ね、言ったら、 普通の人になっちゃうよね。うん。んなこんなでね、本当にね、ろくでもないマスコミしかないね。本当に、大手メディアっていうのはね、どうしようもないほど腐ってる。まあ、だから、オワコンだって言われるんだよ。テレビ業界も新聞も。まあ、それこそ自業自得っちゃ自業自得だけどさ。ね。ほんと、もうちょっと、先のことを考えようよ。何のためにどこを向いて仕事してんだかわかんないけど、ね。 本当に情けないね。真っ赤っかっかだよね。と、うん、いうことでね、今日はちょっとぐだ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 喋りすぎましたけどね。明日もね、またなんか喋ってみますので、よろしかったらお付き合いください。それではまたまた。バイバーイ